ポーランド・リトアニア共和国各地のオルディナツィア。オルディナツィアは、ポーランド・リトアニア共和国に存在した、原始相続によって受け継がれる、世襲の独立的な書領。16世紀末、ステファン・バートリの統治期に、本格的に導入された。その世襲領主は、オルディナトと呼ばれる。オルディナツィアにおける支配は、政務の承認を受けた法令によって行われ、またこの書領は、 複数の相続人による分割相続が禁じられており、厳格な調子相続によって受け継がれた。オルディナツヤは20世紀後半、ポーランド人民共和国の共産党政権による農地改革に際し、廃止された。領主家系における女性の構成員は、女性の法的責任を認めない、サリカ法によって相続権から排除されていたため、オルディナとの家系に、 男子相続者が絶えた場合、分家筋の最も血縁の近い男性がこれを得ることになっていた。特定のオルディナツヤを構成する所量は売買や抵当の対象から外されていた。オルディナツヤの相続システムはフランス、イギリス、ドイツ、スカンディナビアの原始不動産権やイギリスの爵位相続のシステムに似通っている。 多くのマグナートの膨大な財産はこのオルディナツヤを基盤としたものであり、共和国内の最有力の貴族たちが領するオルディナツヤは完全に小規模の広告を形成していると言えた。ありがとうございます。